ウクライナ東部にあるドネツク州で、ウクライナ軍とロシア軍による戦闘が激戦となっているみたいだね。勢いが弱まっていたロシア軍が、ここへ来て打倒ウクライナ軍として動きを強めているってわけか。ウクライナ軍は、勢いをつけ始めたロシア軍を引き止めることができるのかな。さて今回は、東部ドネツク州での最激戦を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在、ロシア軍は南部にいるロシア軍を東部に集中させるという戦術をとっているんだけど、南部ではアントノフスキー橋が完全に破壊されているんだ。それによりウクライナ軍のドニプロ川への渡河を阻むことに成功したと思っているようだけど、現在の戦況は、ますます厳しくなっているみたい。60キロも後退するほど追い込まれているしね。3月にロシア軍によって占領されていたヘルソン州の首都ヘルソン市は、その後ロシア軍が放棄した場所で、2022年11月11日時点でウクライナ軍がヘルソン州の首都ヘルソン市を奪還してから1週間が経過していたよ。しかし、その後はロシア軍ウクライナ軍ともに大きな動きができないまま、東部戦線南部戦線ともに局所的に激戦が展開されている状況なんだ。ロシアがウクライナ侵略を開始した2月24日以降、クリミア半島から進撃してきたロシア軍部隊がある作戦を立てたんだ。ヘルソン州を二部するかのように流れる大河ドニプロ川ドニエプル川とかをする前に、ヘルソン市にかかるアントニフスキー橋と、そのそばにある鉄道橋を爆破し、ドニプロ川で防ぐという作戦内容だったんだけど、ヘルソン市の行政組織や、検察組織やウクライナ保安庁 SBU 内の上層部にロシア側の協力者がいたのが誤算で、ロシア軍が迫っていたにもかかわらず、橋を落とさずやすやすと溶かさせてしまう結果となったんだよね。それによりヘルソン市は陥落し、ドニプロ川西岸のヘルソン州及びムイコラーエウ州を広く占領され、一時はロシア軍がムイコラーエウ州の州都ムイコラーエウ市の近郊にまで迫る状況となってしまったんだ。しかし、3月に入ると展開が一変し、ウクライナ軍は、圧倒的な戦力差のあるロシア軍の進撃を止める抵抗を見せ始め、戦うために足りない戦闘機や戦車重火砲の支援を受けたってわけ。トルコ製の攻撃ドローンバイラクタル TB2 をはじめ、西側諸国から供与された携帯式の対戦車ミサイルジャベリン、対空ミサイルスティンガーなどの武器支援を受け、それらをうまく活用して、ロシア軍を苦しめることに成功したな。それにより、首都キーウに迫っていたロシア軍をロシア国内やベラルーシに撤退させ、東部戦線ではウクライナ第二の都市ハルキウを守り、南部においてはムイコラーエウに迫っていたロシア軍部隊を押し返すことができたってわけ。その後、ウクライナ軍は、その間に愛国心に燃えて軍に志願するウクライナ人に訓練を施して部隊を練成し、西側諸国から供与された最新兵器高機動ロケット砲システムであるハイマースをはじめ、北大西洋条約機構などを各国から供与された自走式牽引式各種の 155mm 榴弾砲と、それらから発射可能な GPS 精密誘導かつ 90km もの長射程距離を持つロケット弾 M30、M31 や、M982 エクスカリバー榴弾砲弾などを使用することにより、ロシア軍の兵站施設や補給線に打撃を与えて弱体化させ、反転攻勢に転じたんだ。8月末には、南部戦線にハイマースなどにより弱体化したロシア軍を掃討するとの宣言を行っていたんだけど、これはロシア軍を引きつける陽動作戦で、この陽動作戦をしたことで、ウクライナ軍は虎の子的な存在である機甲部隊を東部ハルキウ州に投入して攻勢に転じることに成功したよね。この攻撃に驚いたロシア軍を、瞬く間に改装させてハルキウ州を奪還し、現在はドネツク州とルハンシク州において慎重に非占領地奪還作戦を展開しているぜ。そして、南部ヘルソン州の戦線においては、ヘルソン市を含むドニプロ川西岸に展開していたロシア軍部隊をドニプロ川まで追い詰め、進退極まったロシア軍は11月11日にヘルソン市を含めてドニプロ川西岸から東岸に撤退させ、この結果、ウクライナ軍は3月以降ロシア軍に州都として唯一占領されていたヘルソン市を奪還したってわけ。まさにウクライナ軍の作戦勝ちといったところだね。その後、
22日までの間については東部戦線も南部戦線も大きな動きはなく、南部ではドニプロ川を挟んで睨み合う形となっていて、東部戦線では、ルハンシク州西部をウクライナ軍が少しずつ東に戦線を動かしているものの、ドネツク州ではバフムートで逆にロシア軍が攻勢に出ているとされているよ。それからしばらくは、ロシア側と西側諸国からの情報ばかりで、ウクライナ政府や参謀本部、軍が発信する戦況に関する情報がほとんどなく、ウクライナのゼレンスキー大統領もビデオ演説などで多くを語っていなかったね。この驚くべき状況は、8月末から9月にかけてハルキウ州奪還作戦を展開した際の状況に似ていると言われているよ。そのため、ウクライナ軍による統制によって情報が遮断されている可能性が指摘されているみたい。また、ロシア側から入ってくる情報については、これまでのような旧日本軍の大本営発表的なフェイクが盛り込まれたものではなく、ロシア軍の苦戦を素直に伝えるものが出てきていることが興味深いとする声が上がっているんだ。特に、侵略開始直後には言論統制を受けていたとみられる、ロシアの独立系メディアからの情報発信が活発になっているらしいな。そして、11月にとある独立系メディアが、東部戦線において9月21日の部分的動員令によって動員されたロシア軍の動員兵部隊が、500人以上の戦死者を出したと報じるなどをしているぜ。この報道に関しては、ロシア国防省が否定する声明を発しているんだけど、その中では、ロシア軍の動員兵たちがろくな訓練を受けず、満足な装備を持たされずに最前線に送り込まれて戦死者が増えていることが、SNS などに投稿されていて全くのフェイニュースではないと見る向きが多いとのこと。この独立系メディアはビョールストカと呼ばれていて、5日に動員兵の生存者の話として、11月に最前線に配置され、塹壕を掘るように命じられたものの、570人の部隊にシャベルが満足に与えられないまま、ウクライナ軍の激しい砲撃を受けて500人以上が戦死したとの証言を報じたんだ。その一方で、ウクライナのゼレンスキー大統領は11月20日のビデオ演説において、東部ドンバス地方のルハンシク州の戦線でロシア軍の攻撃が激化しつつあって、20日だけでも400回近い砲撃を受けたと述べているよ。そして、ゼレンスキー大統領はさらにこれまで同様、最も激しい戦闘はドネツク地方で行われているとした上で、ドネツク州では天候悪化のために20日の攻撃は減少したが、ロシアからの攻撃は残念ながらまだ毎日のように行われ非常に多いと語っているね。ロシア軍は、ヘルソン州のドニプロ川西岸から撤退させた部隊を東岸に置いて再編成させた後に、その大部分をドネツク州に転戦させたとみられ、ウクライナ軍がリマンを奪還するなど有利に展開していた戦況が次第に膠着しつつあるものとみられているぜ。ロシア軍の移動については、ヘルソン州とザポリージャ州に展開している部隊を合わせて再編成しているとの見方があり、そのため、ウクライナのレズニコフ国防相はロシア軍は正規軍の中でも指揮トレンドが高い空挺部隊、特殊作戦部隊、海軍歩兵などを集めて精鋭部隊を構成しており、その精鋭部隊の大部分はザポリージャ州のメリトポリに再配備されているものとみられるとしているんだ。その他、一部の部隊をベラルーシとの国境に移動させて首都キーウ方面に再び侵入しようとするかもしれないと指摘していたよ。その一方ロシア軍のスロビキン総司令官が、ヘルソン市の市首を言命するプーチン大統領に対して、ヘルソン州の州都ヘルソン市を含むドニプロ川西岸に展開していた部隊を撤退させる代わりに、ドネツク州を完全制圧することを約束したとの情報があるんだ。ゼレンスキー大統領が指摘したように、ドネツク州における戦線が激戦となっていることが、再編された部隊をドネツク州に配備することをプーチン大統領に約束したとされる。スロビキン総司令官の動きを裏付けているとの見方が広がっているね。ドネツク州では、民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊がバフムートで攻勢に出ているなど、ウクライナ軍が押され気味の地域もあり、ここにヘルソン州から撤退した2万とも3万ともされる大部隊が投入された場合は、ドネツク州のウクライナ軍がさらに劣勢に立たされる恐れがあるとする声があるな。
しかしながら、ロシア軍が再編した部隊をすべてドネツク州に送った場合、東部戦線のウクライナ軍がその攻撃に耐えることができるなら、ウクライナ軍は手薄になっているヘルソン州の南半分を奪還して、占領されているザポリージャ州のメリトポリやアゾフ海沿岸のマウリポリなどの諸都市を解放するのが最良と示しているぜ。そのため、国際社会ではここから厳冬期までの間の両軍の動きに注目が集まっているみたい。ロシアも勢いを取り戻してきたけど、ウクライナ軍に追いつくことができるのかな？冬を越した国が、このロシア・ウクライナ戦争を制すのかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。